トーマスのキャラクター紹介。本日はクリスマスの精霊についてです。トーマスのお話では、ほぼ毎年クリスマスのエピソードがあり、そこにはクリスマスの精霊が登場することがあります。今回第19シーズン、ディーゼルのクリスマスキャロルに登場したクリスマスの精霊について解説していきます。エピソードでのクリスマスの精霊は4つ。ちなみに、すべての精霊がディーゼルに対して何かをしています。エミリーが変装した精霊、ディーゼルに誰かを助けるように仕向けます。このエマーレーはエミリーの名前をもじっています。ソルティが扮した精霊、トーマスに協力してディーゼルを良い人に仕向けます。アクストンが扮した精霊、ディーゼルに協力的になるよう諭します。最後はトーマスの精霊、誰かを助けるようにディーゼルを心改めようとします。以上、トーマスのエピソードに出てくる4つのクリスマスの精霊をご紹介しました。これだけ見るとディーゼルはどれだけ心が汚いのかと思ってしまいますね。